人気グループ、乃木坂46の5期生がメインキャストを務める舞台、乃木坂465期生、版ミュージカル、美少女戦士セーラームーン。2024、乃木坂46版セラミューの配役情報やメインビジュアルなどが公開された。4月12日から29日にイムシアターで上演される。同作は、チームムーン、チームスターの2チームに分かれ、セーラー5戦士を W キャストで上演。 チームムーンでは井上和、小川綾、岡本伊岩木真央、池田栄社、チームスターでは、菅原さつき、中西あるの一ノ瀬美空、ふさとなお、川崎さくらがセーラー五戦士を演じ、両チームの公演に奥田露派が、クイーンセレニティ役で映像出演する。配役はセーラームーン、月のうさぎ役を井上和、菅原さつき、セーラーマーキュリー、水野網役を小川綾、中西あるの、 セーラー・マーズ、日の霊役を岡本ひな、一ノ瀬美久、セーラー・ジュピター、木の誠役を伊予木真央、ふさと奈央、セーラー・ビーナス、愛のみな子役を池田英社、川崎桜が務める。さらに、タキシード仮面、千葉英役は天竺光月が務め、新たなキャストたちを迎えて、4年半ぶりに、乃木坂46番セラミューが装い新たに帰ってくる。美少女戦士セーラームーン、は、 月刊誌仲良し、講談社間にて、1991年から連載を開始した竹内直子原作の少女漫画。原作単行本は17カ国語に翻訳され、アニメーションシリーズは40カ国以上で展開し、国内外で社会現象を起こした。2012年には新たなプロジェクトが始動。原作完全版、文庫版、電子書籍、新作アニメーション、ミュージカル、 商品化、ファンクラブ、公式ストアなど、30周年プロジェクトとして現在に至るまで幅広く展開されている。